炉の一路の一路は中国の国名、地名。地名としてのロは現在の中国山東省南部を指す。山東省全体の略称としても用いられる。諸侯国としてのロは中国大陸に、周大、春秋時代、戦国時代にわたって存在した国である。代々の露公の爵位は公爵であり、生は姫である。主婦は極婦。 修行団の琥珀金が西欧によって封ぜられて成立した。春秋時代に入ってからは、進む、西、外といった周辺の大国に翻弄される小国となる。しかも、国内では、炉の皇族である三観氏が政治の実権を握り、国政はたびたび混乱した。しかしながら、この混乱した小国が思想し、文化史に果たした役割は大きい。 修王朝の霊性を定めたとされる修皇団の伝統を受け継ぎ、ロには古い霊性が残っていた。この古い霊性をまとめ上げ、儒教として後代に伝えていったのがロの出身である孔子であり、その一門である。孔子が儒教を創出した背景にはロに残る伝統文化というものがあったからとも言える。ちなみに孔子がロに仕えていたのは若年時までと晩年のみで、 各国に弟子と共に放浪していた時期が長かった。なお、春秋は、陰光元年から愛光十四年までの六国の年次記録が元になっている。孔子の死後、国としての炉はますます衰退し、事実上として三冠史に分割されてしまう。露孔室は細々と生き残るが、紀元前二四十九年に巣訪に併合され、滅亡した。白金在十六年。 高校在位4年陽校、在位6年有好、在位14年儀行、在位50年、励む校在位37年根校在位32年進校、在位29年、武校在位9年以降在位9年廃校在位11年高校、在位27年、恵み校在位46年陰校、在位11年、観校在位18年、小校在位32年半、貧校在位2年、 気候在位33年、分校在位18年、先校在位18年、成功、在位18年、上校在位31年、孔子が使える。露講や、昇校在位32年、抵校在位15年、孔子が使える。愛好在位27年、痛み校在位31年、元親家在位21年、暮れ木が使える。木講在位十三年、講師の孫、 獅子が使える。三飛佐子から脱却。強行在位30年高校、在位9年、慶行在位21年、平行在位20年、文行在位23年頃公家在位24年。ありがとうございます。